どうも、大学生の田島です。この前ね、久しぶりに地元の友達と遊んだんですけど、その時の自分が本当に臭かったんですよ。なんて言うんだろう、ニンニクのピーナッツの腐ったみたいな匂いがして、普通はさ、自分の匂いなんて気づかないけど、もう気づくレベルでやばかったんですね。で、友達もね、もう常になんか苦笑いみたいな、俺と話す時、感じだったんで、3人で遊んだんですけど、きっとね、裏ですごい悪口言われたんじゃないかなって思って、最近それがすごい悩みの種になっちゃってるんですよ。どうしよっかなって考えた時に、友達はね、俺が YouTuber であることを知ってるわけだから、企画だよって言って、ドッキリだったことにしちゃえばいいんじゃないかなって思って、本当はね、全然、ただただ臭かっただけなんですけど、ちょっと今からね、友達に電話かけて、俺がめちゃくちゃ臭かったら、友達は指摘するのかドッキリでしたって言っていこうかなと思います。じゃあもう早速ね、電話の方をかけていきたいと思います。もしもし？あ、もしもし？どうした？今大丈夫？ごめんね。うん。本当大したことじゃないんだけどさ。うん。あ、とりあえず2万円はちょっと、また今度でもいいっていうのと、うん、2万円はまた今度でもいいっていうのと、あとさ、うん、前遊んだじゃん。うん。その時、なんか俺に対して気づくことなかった。え？この前3人で遊んだ時？そうそうそう。言いづらいことでもいいよ。言いづらいことでもいいよ。いや、なんもなんも、マジでなんも。本当に？うん、髪パーマかけたんだなぐらい。ああ。何どうしたの？いや実はさ。うん。あんた企画でさ。うん。めちゃくちゃ臭かったら言われんのかっていうさ。え、もっとくもっとく。あ、ごめんちょっと待って言われちゃったごめん。あ、オッケーごめんね。ごめんね。うん、じゃあね。うん、じゃあね。ちょっとやんなきゃよかった。臭くなかったんだったら。確かに俺臭かった気がするんだけどね。でまださすがに短時間だったし気使ってる可能性あるんでもう一回電話来たら問いただしてみようかなと思います。あ、もしもし。あ、もう大丈夫だよ。あ、ほんと？何？変なお前何？変なスプレーのやつさ。いや、単純に風呂に入らないっていう。いや、でも普通に臭くなかったんじゃないの？何日言ってなかったの？3日ぐらいかな。いや、3日がまだそんなじゃね。あ、全然臭くなかった。多分さ、夏の3日だったらやばいと思う。ああ、え、もさ、何も言ってなかった。え、特に何も話してないって多分気づいてないと思う、マジで。本当に？うん。ガチで、本当に。うん。いや、俺別に本当に臭かったり言ってると思う。なんか。お前風呂入ったってそのまで言ってると思う、俺。ふざけて。ああ、本当に？うん。ガチで気づいてない。そっかそっか。うん、本当に気づかなかったわ。全然マジで臭くなかったわ。多分そもそも多分ね、この時期の3日間だからさ、別に運動したわけでもないから。ああ、そっかそっか。普通に臭くないんだと思う。ああ、そもそもまだ俺が1週間のレベルでやんないと、うん、多分気づかないと思う。確かに。でましてあのパチンコ屋じゃん。うん、まあ、車一緒に乗ってたけど、うん、全くだったね。いい匂いだった。じゃあ何も感じない。それだけなのにごめんね、仕事中に電話して。マジで逆に俺気づいてなくてごめん。いや全然全然。うん、じゃあまた。はい、チョリース、チョリース、チョリース。はい、ということでね、自虐風自慢みたいになっちゃうんですけど、俺は臭くないです。まあそりゃね、今考えるとニンニクとかもそんな食べてなかったかもしれない。ただやっぱりにしてはなんか苦笑い、何だったんだろうな。じゃあ俺の勘違いだったのかな。まあいずれにせよね、これで不安はもう取り除かれて、いい気持ちでこれから寝ることができるのでよかったです。まあ全く臭くないっていうことでね、まあ清潔感もある。本当に誰かも本当にグラドルコスプレイヤー声優付き合ってください。連絡お待ちしています。皆さんはまだね、臭いか臭くないか友達に聞いてないと思うので、どっちつかずだと思うんですけど、俺はもう確認して臭くないんで、臭い可能性を含んだ皆さん偉そうにしないでください。良ければね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。